ゾロセル English please 中学英語で通じる英会話週刊おもてなし純ジャパン English 創刊号は760円。 C 型肝炎のないアスタへ。あなたが患ってきた C 型肝炎、最短12週間、飲み薬のみの治療で治癒を目指せます。治そう C 型肝炎で検索。大人の自動車保険は事故率の低い40代50代の保険料を割り安い。さらに早割りも嬉しいね。さあ大人の自動車保険で検索。もうここにはいられないんだ。日本中がドラ泣きした感動のエピソードで送るスタンドバイミードラえもん、明日夜9時。人生あがる浜名湖の隠れた名産極上の牡蠣、お家でも作れる絶品食べるオイスターソース。おー、おいしい。ごはんジャパン、この後すぐ。プレミアムアウトレットバーゲン開催。半期に一度のお得な10日間、御殿場、佐野、阿見、酒々井、プレミアムアウトレット。栗かぼちゃスープとパンケーキ、やばいです。いつもの朝食にプラスオン。うちのオン朝食はクノールカップスープ、こりゃ罪だね。この美しさがハイブリッド、マイルドハイブリッド搭載新型スイフト、スズキ。女性の感性が光る中国料理で人気の五十嵐美幸シェフ、旬の食材を生かし四季を感じる一皿を生み出す彼女が、冬にぴったりの食材を見つけてくれました。それが、お待たせいたしました。もうこの時期本当にいいですね。浜名湖で本当に素晴らしい牡蠣に出会って、はい、浜名湖で牡蠣、そうなんです。ちょっとね、海の牡蠣とは違った味わいもあるので、ぜひ。今回の食材は静岡県浜名湖の牡蠣、その美味しさを豪華博士が解明します。四季折々の味に満ち溢れた国、日本。味は日本酒じゃないよ。この国には食の魅力を知り尽くした匠たちがいます。嬉しいですね、うちの牡蠣がね、こういう風になって。本物を探す旅へ、ごはんジャパン。この番組はイートウェル、リブウェル、味の素の提供でお送りします。広いですね。湖より海と呼んだ方がぴったりくる浜名湖は魚介類の宝庫。南は太平洋につながっていて、淡水と海水が混じり合う汽水湖だから、いろんな魚が獲れるんです。全国的に有名なのは名物のうなぎですが、浜名湖周辺の魚が揚がる漁港では、クルマエビやタイ、ドウマンガニ、天然のフグも揚がっています。そして今最盛期を迎えているのが養殖の牡蠣。地元のお店ではこの時期まさに牡蠣入れ時。四角い缶で蒸し焼きにするカンカン焼きや、名物のうなぎにちなんで蒲焼きのタレを絡めた牡蠣の丼、その名も牡蠣蒲丼が大人気。浜名湖の新しい名物になっているんです。
そんなわけで今回は牡蠣を求めて浜名湖へ。五十嵐シェフと旅に出たのは俳優のあのガク君。僕牡蠣大好きなんですよ。本当に、はい、ちょっと楽しみですね。訪れたのは浜名湖の南。すごい。遠州灘に近い舞坂漁港。こんにちは。こんにちは。ヤギ、ヤギタさんですか。こちらが浜名湖の牡蠣の匠、ヤギタ武之さん。そして息子の翔一さん。5代目になるそうです。うわ、怖いですね。これも全部牡蠣ですか。全部かけです。いやこれ山盛りじゃないですか。だって胸に今日はたくさん収録してきました。すごい。牡蠣の塊を持ってみると、あ、重い重い、こんなにすごいですね。すごいすごい。これ何個ぐらいついてるんですか。80個から100個ぐらいは、ね、大きいの小さいのと。1本のワイヤーにおよそ80個。牡蠣を傷つけないように外して、岸辺の水で洗います。お父さん、どうですか、浜名湖の牡蠣は。美味しいですね。美味しいですか。最高じゃないですか。最高ですか。知らない人も多いよね。多いと思います。うん、まあ、量的には少ないけど、うん、味は日本一じゃないですか。浜名湖の牡蠣養殖の歴史は古く、始まったのは明治20年頃。東海道本線の建設が始まり、浜名湖に鉄橋を架けようとしたところ、天然の牡蠣が見つかったことがきっかけ。うなぎの養殖よりも歴史は古いんです。およそ100年の歴史を受け継ぐ八木田さんの牡蠣養殖。この時期は朝6時、夜明け前から作業が始まります。舞坂漁港から浜名湖を北へ。船を走らせること30分。空がうっすら白んでくる頃、奥浜名湖の養殖場に到着。浜名湖の水深は平均 4.8 メートル。湖の底に杭を打ち込み、そこから吊るしたワイヤーに牡蠣をつけて養殖しています。牡蠣棚の幅は船の幅に合わせてあり、ワイヤーを引き上げながら進んでいきます。これが体力勝負。重さは1本およそ30キロ。全て手で引き上げていきます。なぜ機械を使わないのか。実は浜名湖ならではの事情があったんです。浜名湖は水深が浅いため、ワイヤーを輪っかにしてそこにつかないように牡蠣を育てます。一方、広島の牡蠣のように深さのある海で育てる場合、ワイヤーはまっすぐ。そのため、こんな風にクレーンで釣り上げて、一気に収穫できるんですが、浜名湖ではそうはいきません。しかも奥浜名湖の方が秋口から冬場のこのシーズンにかけてプランクトンが豊富にあるから、あの1ヶ月かけて移動する。浜名湖は季節によってプランクトンや水温、塩分濃度が変わるため、適切な生育場所に何度も牡蠣を移動させます。すると濃厚で肉厚、しかもクリーミーな牡蠣になるんですって。養殖にベストな場所を見極めるのは父の竹内さん。その技を受け継ごうと弟
5代目の息子陽一さんは父の背中を見て日々修行しています。もうちょっと船やってる、前やってる。作業を始めて1時間半、船が牡蠣でいっぱいになる頃港へ戻ります。そして水揚げした牡蠣は、こちらがあのうちの工場ですね。おお、なんかおしゃれなね、イメージとちょっと違う。戻っても仕事が待っています。ここは港のそばにある加工場、さらに奥には、わあすごい。こちらが武器の作業ですね。これが武器の作業なんだ。でかい。牡蠣を殻から外す牡蠣剥き。最後の仕上げを担うのが匠のご両親。殻を開けて、わあうまい。やっぱり全然すごい綺麗。身を外します。何年くらいされてるんですか。ああ、まあ、学校とかに入ってるよ。ああ、もう70年くらい。もうやっぱり代々もう続いてるから、もう子供の頃から手伝うのが当たり前という。簡単そうに見えますが、70年かけて磨いた技。佐野くんも挑戦してみると、硬い。こんな力入れるんだ。腹を開けるのもコツがあるんです。あ、これ切れましたね。おー、すごい。あ、これだ。で、身を外してみましたが、おお、どうですか。ダメだ。すいません、まだまだ修行が。貝柱がこんなに残ってました。うわー、むずい。日本一の賭けだ。日本一の賭けは傷つけちゃうか。八木田さん自慢の牡蠣は色に特徴があります。やっぱり餌の違いっていうかプランクトンの違いで、これやっぱりちょっと黄色がかってますよね。そうですね、少し黄色がかかってた方がすごくこう身がいいというか味が濃いというか。そうですね、はい、これが新鮮なやつ。あ、そうなんですね。もう来たてはこういう色だよ。今後牡蠣食べるときちょっと一瞬考えますよね。ありがとうございます。作業が一段落したところで、こんにちは。ランチタイム。この日作ってくれたのは、面白いな。いいんですか。うわ、すごい。牡蠣の炊き込みご飯ですか。牡蠣飯のおにぎりと牡蠣のしぐれ煮。牡蠣飯は八木田家の台所を預かる女性たちに代々受け継がれてきた味です。漁師の家ならでは、牡蠣をふんだんに使って、味付けはおばあちゃん直伝のだし。牡蠣のうまみたっぷりに炊き上げました。美味しそう。じゃあいただきます。はい、いただきます。二人もお商売に預かりました。あれだけ牡蠣の炊き込みご飯じゃないけど、美味しいですね。ずるい。これ食べて育ったのもそれも幸せですよね。いいなぁ。牡蠣のしぐれ煮は八木田家の常備菜。おばあちゃんの味付けは砂糖と醤油で甘辛く煮つけたどこか懐かしい味です。五十嵐シェフも興味津々。おお、おいしい。おいしいです。五十嵐シェフが感心したのはこの煮加減。美味しい、うん、こんなに、なんだろう、ここまで食感をしっかり残して。難しいですよね。いや、このおばあちゃんすごいですね。これ大絶賛です。五十嵐シェフも思わずおかわり。プロがレシピを知りたくなる美味しさでした。浜名湖の牡蠣はなぜ美味しい。キーワードは汽水湖。浜名湖って川が流れ込んできた湖ではありますけれども、海にこうつながっているので、
淡水と海水が混じり合った浅い汽水湖って呼ばれている湖なわけですよね。そういうふうに海水も来るし淡水も来るし、それが時間によって触れるっていうことは生物にとって非常に天国なわけです。そうするとそういうところには微生物プランクトンが生み出されます。そうするとそのプランクトンを食べる生物たちがたくさん寄ってきて、そしてまたそういう小魚や小さな生物を食べるあの大きな魚が寄ってくる。その中で、まあ、この牡蠣がですねたくさんのプランクトンを栄養素にしてこうぷっくりねあの育っていくっていうあの非常に良い生育条件が揃った場所なわけです。浜名湖は海水と淡水が混じり合う汽水湖。餌のプランクトンが豊富なおかげでふっくり美味しい牡蠣が育つんです。続いて2人が訪れたのは五十嵐シェフがぜひ行きたかったという浜松の名店。こんにちは。いや嬉しいです。ようこそ。こちらが中道敦シェフ、すごい方なんですよ。フレンチの世界的名店トゥール・ダルジャンの三つ星料理を学んだグランシェフ。イギリスに渡って日本大使公邸料理人を務め、各国の浜名湖オイスターチャウダーパイ豆腐、名前もかっこいいな。おいしい。タイで包んだのは浜名湖の牡蠣独特の香りを生かすため、山のミネラルと海のミネラルがちょうどミックスされたような香りが抜群ですね。なんだろう、やっぱ牡蠣の旨味を存分に味わえる、なんですかね、このやっぱ味の深みとこのコクっていうのがすごいですね。美味しい。五十嵐シェフが感心したのはチャウダーの旨味とコク。生クリームとシーフードのブイヨンが牡蠣の旨味を引き立てていました。地元の料理人としてはもうぜひ日本中に広めたいですよね。本当にそのぐらいの価値のある素晴らしい牡蠣ですよね。フレンチの技を堪能したところで、続いては五十嵐シェフの番。中道シェフに負けない旨味とコクを生み出す秘策がありました。牡蠣を食べた時の感動をどうしても出したかったので、感動のレシピ一品目は牡蠣を生ハムで巻いて、これはもしかして、さらにもう一品、今度は細かく刻んでいます。どうやら納得の味に仕上がったようです。牡蠣養殖の匠、八木岳三世代のご夫婦をお招きして、いよいよお披露目の時。うわー、お待たせいたしました。え？はい。すごい。牡蠣フライならぬ、牡蠣春巻きですか？春巻きです。はい。一品目は、浜名湖の牡蠣春巻き。牡蠣を丸ごと生ハムとバジルで巻いた春巻きです。意外な組み合わせですが、まずは牡蠣の匠自慢の牡蠣がどう変わったのか味わってください。いかがですか、お父さん、自分の牡蠣が春巻きになった感想は。ちょっと今まで食べたことのない味だよね。うん、初めてです。
自分家のカキだもんで美味しいかな。バジル、父さんの生ハムのカキとの相性はやっぱこんなにいいとは全然知らなかったので、すごくもう感動します。外パリッパリな、中すごいクリーミーで。そうです。どうですか、おじいちゃんおばあちゃん、美味しいですか。いい味だよ。ありがとうございます。五十嵐シェフが一番緊張するのがこの時間。フレンチのグランシェフの感想は？クリーミーですね。あとバジリコとの相性がすごくいいですね。これが一番緊張するね。フレンチの中道シェフが真っ先に気づいたのがクリーミーさ。実は五十嵐シェフ、牡蠣をなんと牛乳で茹でたんです。これが中道シェフをうならせた秘策。そしてもう一品、春巻きの横にちょこんと乗ってるこれは、で隣のそのオイスター、食べるオイスターソース。それですごい、こんなになるんだ。熱々ご飯のお供、食べるオイスターソースです。もう口の中もう本当にもう牡蠣いっぱいになって、もうふんだんにもうあの中華をこう楽しんでるという感じで、すごく美味しいです。僕が傷つけちゃった牡蠣もこれでなんとか家庭でも作れる。そうですね、ダイエットとかでも作れるので、ぜひ教えていただきたい。作り方は後ほど五十嵐シェフに教えてもらいます。牡蠣をよりクリーミーに仕上げた五十嵐シェフの技、キーワードは牛乳。中道シェフも牡蠣のチャウダーに生クリームを使っていましたよね。牡蠣は乳製品と相性がいいんです。シェフはね、すごい乳製品とすごく相性がいいので、例えばカニクリームとかそういうイメージ、そのすごいクリーミーさを牡蠣自体につけたいなと思って。牛乳や生クリームを使うと牡蠣の生臭さを抑えるだけでなく、クリーミーでマイルドなコクが生まれるんです。素材の風味を大事にするため、牡蠣は丸ごと2粒包んで熱々に揚げました。乳白色の牡蠣を包む生ハムのピンクとバジルの緑、彩りの美しさもさすが五十嵐シェフです。嬉しいですね、うちの牡蠣がね、こういう風になってすごく美味しいです。ありがとうございます。この後、五十嵐シェフ直伝、食べるオイスターソースの作り方。大好物を並べた食卓は茶色。まあいいか。いや、ダメだ。こんな時は野菜とたっぷりの本だし、そう、本だしだけ茶色い食卓に舞い降りた鮮やかな彩り。うまい。出汁の旨味がほうれん草をこんなにも引き立てるなんて。おいおい、マジか。茶色い